メンカウラーはエジプト第四王朝のファラオで、在位は紀元前2532年から紀元前2504年。メンカウラーとはラーの魂のように永遠であるという意。父はカフラーであり、母はカメレルネブティ一世。妻は二人が確認されている。カズトはカフラーとカメレルネブティ一世の第一王女、つまり兄弟姉妹婚となる。 カメレルネブティにせいであり、もう一人の名称は知られていないが、七代目ファラオとなったシェプスセスカフを生んだ。メンカウラーについて、ヘロドトスがミケリノスという名で伝説を残している。ヘロトドトスによれば、巨大なピラミッドを建造したクフとカフラーは暴君であり、過酷な統治を行われていたが、メンカウラーが王となると慈悲深い統治に一変し、そのためその建造したピラミッドも、 クフの半分の高さにも満たない大きさに止めたと伝えている。しかし、神々は、エジプトの民は150年の困難にあるだろうという、信託をすでに告げており、メンカウラーの前世は神々を否定したものとみなされた。神々は、メンカウラーを許さず、武徒の守護神ウアジェトの信託という形でメンカウラーの統治を残り6年と定めた。メンカウラーはその運命に抗い。 王宮を夜も昼のような明かりで満たした。昼夜をなくし、期限を延ばそうとしたのだが、神々を図ることはできず、神託の通り6年後に死亡した。実際に知られているところでは、メンカウラーの統治は28年間にも及んだ。ピラミッドの建設期間は十分にあったが、彼のものとされるギザ南端の第三ピラミッドはクフに比べて70メートルと半分以下の高さとなっている。 その小ささが、前述のような伝説を残す余地となった。しかも調査の結果、当初の予定はわずか30メートルの高さでしかなかったことが判明する。建築途中に計画が変更されて、ようやく70メートルに達したものであった。この経緯について、クフトカウラーによる当初財政の逼迫と、後の改善によるものとする研究者の指摘がある。 ギザの第3ピラミッドがメンカウラーのものであることは伝承によって伝えられるところであったが実際に確認されたのは1837年から1838年にかけてのイギリスの軍人ハワード・バイスによる調査をまとめばならなかったハワードが副ピラミッドの天井にメンカウラーの王名を発見しようやくメンカウラーのピラミッドと確定するハワードは現実を調査し 蓋のない石棺とその中に収められていた木製の人形棺を発見する。石棺は王国時代の初期の特徴を備えていたが、人形棺は時代が合わず、後の時代に運び込まれたものとされている。石棺には遺体の一部があり、メンカウラーのものであるか調査するため、1838年、石棺と人形棺は別々の船で共に、 大英博物館へと送られた。しかし、石棺を積んだベアトリス号は嵐によって、リボルの港沖で遺体と共に沈没し、近年ハイテク危機器によるサルベージュが試みられたものの、発見には至っていない。他にもメンカウラーの遺跡の調査は、ハーバード大学のジョージ・ライスナー教授率いるボストン美術館の合同調査班によって、 1905年から1927年の期間で行われた。歌詞神殿、総祭殿といったピラミッドに付随する遺跡を修復し、その過程で年番岩彫像を数点発掘した。ハトホルトノモスの死後女神トを左右に配したメンカウラーの像、王と王妃の像といった王の像は、クフやカウラーといった巨大ピラミッドを残した王と比べても数が多く、 加工の難しい年番岩にもかかわらず、技術的にも高度なものだった。アラバスターによる彫像も残されている。また、未完成状態の像が多数発見されており、ピラミッド周辺の施設も地世の後期に規模を拡大させたことと、その休止による事業の中止が伺える。ありがとうございます。